はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ今回もやっていきます。3アーカ使った無課金攻略、今回はね、まあ日程的にも8日目ね、ちょうど半分の日程になって、一応ね、まあ、今回空前絶後の、漢方ね、今ご褒美の倍やってるね、攻略公演キャンペーンで空前絶後の7個ねプレゼントと、あとね明日月曜日ね、またさらに1個漢方が配布されるんですけど、一応ね今後のために今回漢方こんぐらいドロップしてるよ的なね、ちょっとお話をしたいと思います。一応ごめん、これ3番目のアカウントでこれが一番落ちてるんですけど、他のアカウントもねほとんど変わんないんですけど、一応まあとまだガシャやってなくて7までいってますね。で今回はねゲートご褒美で1個で、ワイポイント交換で2個ね、でいつもの油風呂デフォレベル1で1個ドロップで、あとログインボーナスね1個で、通常はね、5個になってます。で、あと7個、まあ、配布があって12個ということで、3個、ね、今15個なんで3個ね、ワクワクボックス1個ドロあワクワクボックス2個、油風呂でね、12ぐらいだったかな、はい、それで1個ドロップしましたね。で、まあとで他のアカウントもお見せしますが、まあこれゲートレベル31だから、まあ、そんなに周回はできてないんですけど、まあなんか序盤はね、油風呂でも落ちたんですけど、まあ、メインアカウントとかね他に結構やってるアカウントとかを見てると、まあ、私はですけどね、まあ、灼熱のまあそんなに7、8ぐらいしかやってないんでまだあれなんですけど、まあ、今回私は灼熱のまでは落ちてなくて、油風呂のなんかレベル3とかレベル10とかそんぐらいで1回たまたま落ちたって感じで、あとは基本ワクワクボックスかな、はい、なんで、ただまあ一応今回ワクワクボックスが2個ぐらいどのアカウントも落ちてるので、まあちょっとこれは今回ちょっと運営がやらかしたイベントでもあるんで、まあちょっとあれなんですけど、はい、まあやっぱり最近のワクワクボックスってなんかこの2時間に1回3回見るっていうパターンが定着してきて、これだとやっぱり1イベントでまあ2個ぐらい2個以上は落ちる感じにはなってきましたかね。なのでまあ今後また明日イザナミなのかな、特攻が加わって、まあ一応今回はね、ボス的には10まで倒せば封印は OK なんですけど、まあ一応11にね、まあ無理かな、デス火星があるんで、星雲の書があるんでね、うん、なんで、まあ12以降は特に何か特別なアイテムはないんですけど、うん、まあ11、特攻はね、ヤギョウとアスくんと、で、何個でいけるのよっていうのもあるんですけど、はい、一応こんな感じですね、なんで。まあちょっと今後もしあのアップデートが武器だったらどんどんヒットポイントって上がってくると思うので、なんか本当強い人と普通の一般人の差がどんどん広がっていく感じはあるかなと思うんですが、一応ね潤沢にまあドロップはするんじゃないしてるんじゃないかなっていうところでお見せしてますね。はい、という感じです。じゃあちょっとメインとあと2番目のアカウントも軽く見せて終わりにしましょう。一応ね、今回、うん、まあ、ゼロじゃないって感じですね。うん。まあ一応このアカウントは3個ドロップ。はい、これ2番目のアカウントで、はい、本当はもっと周回したいんですけどね、油風呂27の77って感じですね。で、漢方については14個。なので、これもね、ここは油風呂のレベル1以外、レベル確か3か10だったと思うんだけどね。で、あとワクワクボックスで1個ドロップって感じですね。はい。で、一応今ね、ご褒美の、まあ、倍が来てるんでね、はい、サブアカたちは、この機会に周回したいなと思ってます。ちょっと忙しくなっちゃうんだけどね、サブアカ、できたら追加妖怪から、ワイポイントあるんでガシャ回しちゃおうかなって、ちょっと。と思ったりなんかりして、はい、ちょっと考えておりますね。
うん、どうしようかな。ちょっとご褒美の間でなんか集会たくさんできたらっていうのもあるけどね。はい、じゃあ3番目いきましょう。まあこいつらいたら集会しやすくなるのかな。はい、これメインアカウントで、メインアカウントはね35度78ですね。で漢方はまだ1個も使ってなくて14個。このアカウントは油風呂でレベル1以外ではドロップしなかったので、ワクワクボックスで2回来ましたね。だからワクワクボックス3赤で5回来てるって感じかな。はい、なんでそんな感じですね。まあ一応このアカウントヤギョあるんで、まあヤギョ1体いれば10までいけそうな気もするんですけど、14個もあるからね。まあでもいっかなっていうねうん、一応追加妖怪ね、多分両方特攻ということを信じて、はい、ちょっと月曜日楽しみにしたいと思います。であとさっきも言いましたが、恒例公演キャンペーンでね、月曜日にもう1枚銀河コイン G と、はい、漢方毎回来るので、まあ15、まあ今回ね配布が、13漢方13個っていうね、偶然絶後のってなんか言いたくなっちゃったんだけど、はい、過去最多のね、配布個数になるので、まあできたらね、せっかくこんな配布してくれた時はクリアしたいなと思います。ご褒美の間のね倍もなんかこんなに普段来てくれないので、まあちょっとねあんまりちょっと周回できてないんですけど、はい、せっかく頑張りたいと思います。3100万ダウンロードはもう終わっちゃったね。まあ次多分8周年とか11周年とかそういうのが来るのかなって感じですかね。はい、じゃあ一応今回こんな感じです。一応ね、はい、今後気まぐれゲートイベントあんのかな、なんとなくダークネス問題が解決してないと思うので、今後気まぐれゲートないんじゃねえかって思っちゃうんですけど、はい、このお詫びもね待っているというところですね。一応3赤ダークネス持ってるので、どう落とし前をつけてくれるのかちょっと楽しみにしております。はい、じゃあ今回こんな感じしましょう。なんか以前もね気まぐれゲートしばらくやんない時期あったんで、まあやんないになるんじゃないかなね。だってこんなのって言ったら失礼だけど、こんな子いたらもう気まぐれゲートのね根本覆しちゃうね。はい、すいません。また会いしましょう。さよなら。そう、だからぶっ壊れ作るのはいいんだけどね。破滅に向かってるよな。